デビッド・マルティネスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルクリンク出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。2018年シーズンにより、MLB のワシントンナショナルズの監督を務める。2019年に監督として、ワシントンナショナルズを、球団史上初のワールドシリーズ制覇に導いた。1982年の MLB ドラフト40巡目で、 テキサス・レンジャーズから指名されたが、この時は入団せずにバレンシア・コミュニティ・カレッジへ進学した。1983年1月の MLB2 次、ドラフト3巡名でシカゴ・カブスから指名され、プロ入り。1986年6月15日にメジャーデビュー。1987年にはレギュラーとなり、打率292の成績を残した。 その後も目立たないが着実に数字を残し、シカゴホワイトソックスへ移った1995年に打率。307、1996年も打率。318.83類が自己最高の出塁率。393の成績を残した。1998年には新球団タンパベーデビルレイズへ移籍すると、1999年には共に、 自己最多となる146安打、66打点を上げた。2000年には4球団を渡り歩いた。アトランタブレーブスでプレーした2001年を最後に引退した。タンパベイレーズでのコーチ時代シカゴカブスでのコーチ時代引退後は2008年から2014年までタンパベイレーズのベンチコーチを務め、監督のジョー・マドンがカブスへ移ると、 マルティネスも一緒に移籍して2015年から2017年までベンチコーチを務めた。2018年シーズンからはワシントンナショナルズの監督を務める。2019年9月15日、本拠地でのアトランタブレーブスとの試合中、胸の痛みを訴えて病院に搬送された。その後、心臓科テーテル手術を受けた。同20日に復帰した。チームは レギュラーシーズンを93勝69敗、勝敗、574で終え、ワイルドカードを獲得。ワイルドカードゲームに勝利すると快進撃を見せ、最終的にはヒューストン・アストロズを下して、球団史上初のワールドシリーズ制覇を成し遂げた。2019年にワールドチャンピオンとしてホワイトハウスを訪問し、ドナルド・トランプ大統領を会話するマルティネス。 ありがとうございます。